どうも、母ちゃんです。ということで今日は天ぷらを作っていこうと思います。この天ぷらなんですけど、ふきのとうっていう野菜があって、そちらをね中心にいろいろな食材っていうのを天ぷら作っていこうと思います。でこのふきのとうなんですけど、春をね告げる野菜の一つとして言われていて、僕の畑でもこのふきのとうっていうのがたくさん取れたので、そちらをね今回は料理をしていこうかと思っています。まあ、このふきのとう好き嫌いっていうのが分かれる野菜となっているので、まあ、苦手な人もいると思うんですけど、まあ、そういう方っていうのは新鮮なねふきのとうっていうのを食べればその美味しさに気づくかもしれないので、ぜひ今年ねチャレンジしてみてください。ということで早速天ぷら作りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、これがね天ぷらになる食材なんですけど、今日のねメインディッシュ、このふきのとうですね。こうやってちょっと花が咲いてしまって収穫ちょっとし遅れてしまったんですけど、こういうやつもしっかり天ぷらにしたら美味しいのでこれも食べます。であとはねこのブロッコリーと菜花で、この下にねこの人参っていうのが隠れてます。であとこのさつまいもねしっかりと洗っておきました。なので僕の家の野菜っていうのはこのね以上のものを使ってやっていきたいと思います。であとはねエビとかも買ってきたんで、それもしっかりと天ぷら揚げていきたいと思ってます。まずはねこの鍋の中に油入れていきます。でこの揚げ物するときはね油ケチんない方がいいんで、これも全部いっちゃいます。これね 400g 入ってるんで 400g 全部入れ切りました。でまずねこちらを火に先にねかけておきたいと思います。はい、で食材を切ってる間にまずねこの油っていうのを温めておきます。でねまずはこのさつまいもがあるんで、さつまいもね1センチぐらいにスライスしていきたいと思います。でこの最初のヘタの部分だけ切って、あとはね薄くスライスしていきます。まあ、こんぐらいでねいいかなって思います。まあ、残りはなんかして食べます。であとねこのふきのとうなんですけど、この花が咲いてるやつはこの中心部分がね寒さに当たってしまってなんか黒く変色してる時があるんで、そういうのがないかだけチェックして、まあ、あとはね洗って水でね天ぷら粉をつけてあげるだけとなっています。でこういう大きいやつはちょっとお尻だけこうやって切って、ここにねちょっと切り込みを入れて火が通りやすくしてあげるっていうのを手助けしてください。まあこんぐらいでいいと思いますね、やることに関しては。であとはもうほんと天ぷら粉つけてどん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 揚げていきたいと思います。であとねこう人参もこの上の部分だけ切って、こんぐらいねにして、で切っていきたいと思います。カメラがあるとやりづらいですね。はい、こんな感じで細くね切っていきます。でまあこれでもいいんですけどね、まあこんなことしないでピーラーみたいな、ちょっとこのシュッシュみたいなでもいいんですけど、僕は包丁の方が好きなんでこれでやってます。次はねこの天ぷら粉を入れていきたいと思います。こんぐらいですね、こんぐらいでもうねどんどん揚げていきたいと思います。でまずは今回のね主役のふきのとうからやっていきます。これパンって入れて、でこう大きいやつね切り込み入れてあります。いきますよ。はい、めちゃめちゃいいふきのとうの匂いしてきたわ。ちょっと一回ね止めて、これです、これね、ちょっともうめちゃめちゃうまそうなんで、今
塩かけてね食べたいと思います。ではねこちらいただきます。うまっ。うん、ちょっとうますぎるなこれ。もう一個ちょっと。うん、うまっ。ちょっとこれ美味しすぎるんでちょっともうパパッと全部あげちゃいます。でね、このさつまいもはちょっと時間かかるんで一旦放置でいきます。めちゃいい色。ミッキーマウスみたいになった。ミッキーマウスみたい。で次はね、椎茸。椎茸、はいね、今これ舞茸入れてます。舞茸、はいね、今舞茸と椎茸とか全部揚げたんですけどね、油吸われたんでまたね、この今度でかいやつの油をちょっとねもう一回入れました。で今からはこうまず菜花ですね。これ今日取った菜花と、あとはね人参とエビをね合わせてかき揚げみたいにして揚げる。あとブロッコリーですね。ブロッコリーもちょっと天ぷらにしてみようと思います。なので一回ね、まだ入れたばっかで油が全然高くなってないので、高くなるまで待機です。はい、来ました。早速ね揚げていきたいんですけど、まあね、先菜花やっちゃいますか。うわすげえ。はいね、ということでこんな感じでできました。これがエビと人参の天ぷらで、ここにあるのが菜花で、今ねこれカメラに見えてないところにあるのが椎茸と舞茸です。でここのね最初にあげた、まあブロッコリーと、あと下にねフキノトウっていうのがあるんで、それぞれ食べていきたいと思います。でまずはちょっとねフキノトウからやっぱいきます。さっきつまみ食いしたんですけど、こんな感じでとても美味しかったです。いただきます。うん、美味しい。ちょっと塩だけもう一回かけます。やっぱちょっと苦味とかがあるんですけど、このフキノトウでもこの苦味がとても美味しいです。うん、うまい。次はねこのブロッコリー食べていきます。うん、美味しい。ブロッコリー本来のね甘さっていうのがとても分かります。でこれね、もう粉チーズかけて食べたらさらに美味しくなると思うので、皆さんも、ね、やってみてください。これね粉チーズかかりました。うん、美味しい。でね次この菜花はこんな感じでね、結構ね色鮮やかになってます。でこれ内側で撮ってるんでちょっと伝わりづらいと思うんですけど、こんな感じでね菜花とても色鮮やかになってくれました。ではいただきます。うん、これもね美味しい。冷めてなければもっと美味しいと思います。でこの白菜じゃなくて椎茸と舞茸です。こちらもいただきます。まず舞茸から。うん、美味しい。でこう椎茸ね、椎茸は肉厚なやつ買ってきたんで、これもいただきます。うん、めちゃめちゃジューシー。いやちょっとどれも美味しすぎますね。で最後ね、この揚げたてのエビと人参の天ぷらもいただきます。うん、100点。めちゃめちゃうまい。これ人参のね甘みとかもすっごくあって美味しいです。これはね100点ですね。
これねマジ人参の甘さとこのねエビのプリプリ食感っていうのも相まってとても美味しいです。でねこれさすがにね一人で全部食べきるなんてフードファイターみたいなこともできないんで、この後家族に持ってってみんなで食べようと思います。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。